こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。見てください、ボスくん白くなっちゃいました。違います、ボスくんじゃないです。ということで今日は昨日の動画の続きということで、ボスコンくんちゃんとね、ドッグランに遊びに来たワンちゃんたちの一緒に遊んでいる姿を見ていただきたいなと思います。ちなみに最初に言うときます、昨日も言いましたが、白いふさふさもふもふの男の子のワンちゃんは他のね、オスのワンちゃんが無理ということで、最初はつながれておりますが、途中からボス君ね、退場します。退場というでもね、ドッグランのフェンスの外でね、ちょっと待機してもらって、クインちゃんとかとね遊んでいただきたいなと思います。明日の動画もね、実はね今日の動画の続きとなっております。もうねなかなかドッグラン行ってもね人に会えないので、もういっぱい撮影しておきましたので、最後まで楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。ということで早速見ていただきたいんですが、噛みかけました。久しぶりにね噛みかけました。冗談です、いつもね噛んでますよね。ホワイトシェパード、ちなみにねホワイトシェパード女の子だそうです。女の子のホワイトシェパードと女の子のグレートで、まあ我が家のねクイーンちゃんおしっこしていますが、ちょっとね小ぶりです、小ぶりですが、まあ大きさの違いというのがあって、ホワイトシェパードの女の子もねおしっこしています。大きさがね、違いわかるかなと思いますが、もうツレションでございます。ボス君、ボス君さすが優しい。女の子がおしっこしているところを見ないようにねずーっとねこっちを見ています。なんやねんと、なんちゅうトークやねんと。ボス君ね、白いねふさふさもほもほの子を見てるんですが、かわいい。なんかねこう大きなワンちゃんが集まるとね、なんかこういつもと違ってね、なんかワクワクドキドキします。そしてクイーンちゃん、遊びたいよ遊びたいよと、一緒に遊ぼうよ追いかけてよと、でもリードがつながれている、リードがつながれています。多分あのリードをね離したらねボス君の方にねあの子走ってくるかと思うんで、ずっとね飼い主さん、ちょっとね慣れるかなと思い持っていただいてるんですが、やっぱりね、好みというのはありますよね。小さいワンちゃんでもそう、大きなワンちゃんでもそうですが、人間の男の人が無理とか男性が無理とか、おじさんが無理とか、またおばさんが無理、お姉さんが無理、もしくはワンちゃんのね、オス犬が無理とかメス犬が無理とかね、まあいろいろあるかなと思いますが、まあこれもねやっぱり人間も同じでね、あの人が無理この人が無理なんてね、別に無理にね仲良くする必要はありません。人間かってね仲悪い人とね一緒に一日仕事しろって言われたらやっぱり嫌じゃないですか。もう明日行きたくないな、めんどくさいなとかね、好きな人と仕事やったらね一日早く感じますよね。なんちゅう例えやねんと。まあねパパの意見としては、仲悪いのであればね、仲悪いというか、他のね男の子のワンちゃんが無理とかね、あの子無理この子無理っていうのであればね、無理にねそんな仲良くさせようなんてね思わなくていいかなと思います。と言いますのも、人間も同じで、ストレスになる。やっぱりねお互いね、怯えながらとか、イライラしながらとかね、ストレスになってもねワンちゃんがかわいそうなんで、もう無理やったら無理でね、もう別々で OK。あとはね、例えば多頭飼いでボスコンくんちゃんみたいにね一緒に暮らしていますが、まあ仲いいです、仲いいですが、もしボスコンくんちゃんがね仲悪いのであれば、別に無理に一緒にね飼う必要ないかなと思います。ドッグランをね真ん中で、ドッグランというかお庭をね真ん中で区切って、ゲージも小屋もね寝る場所も全部別々にしてしまえばいいだけの話です。まあねちょっと話はずれましたか、こんな感じでね今日もボスコくんちゃん、そしてね、ドッグランに遊びに来たお友達たちと、動画を見ていただきたいんですが、小さいワンちゃんやっぱり可愛い。もうねなんかこうパパというとね、YouTube でもそう周りからも言われますが、もう大きなワンちゃんのイメージがあるというイメージがねもうありますが、小さいワンちゃんも大好きです。なんかでもねこう小さいワンちゃんね抱っこしたりとかね触らせていただいたりした時にね、なんかね結構みんなやっぱりね YouTube 見てくださってる方は違和感あるわと、よく言われます。パパ自身もねなんかこうトイプードルとかダックスフンドとかねチワワ、小さいワンちゃんもいっぱいいるんですが、どうやってね触っていいのか、どうやってね抱っこしたらいいのか、またお散歩の時なんてねボスコンクインちゃんのね足をね時々踏んでしまうこともあるんですよパパ。やっぱりねそれだけ近くにいてね普段一緒にいるということです。いい風に言えば本当はね踏んだらダメなんですが、踏んじゃうこともあります。もうこれはねパパだけじゃなくてね他の飼い主さんもわかるかなと思うんですが、やっぱりね、踏んでしまった時ね
おんみたいな顔をするんですよね。でも小さいワンちゃんってね、もし踏んでしまったらどうしようと、もうハラハラドキドキ、もう折れてしまっちゃうかな。もちろん大きなワンちゃんもね、怪我するときはしますが、やっぱりね、小さいワンちゃんだとね、歩いてるとき蹴ってしまったらどうしようとかね、ぶつかったらどうしようなんてね、すっごくね気を使いながら、ちょっとリードも出していただいたりとかすることはあるんですが、やっぱね、なんかこう大きなワンちゃんで慣れてるとね気を使います。さあということで、もうそろそろねクイーンちゃん、そしてねボス君、そしてシェパードのね女の子はね、まあフレンドリーということで、フリー状態なんですが、トイプードルの子もなかなか遊んでくれない。やっぱりね気を使ってるのかな、緊張してるのかな、どうなんでしょう。ちょっとねこんな感じでね、こんにちはなんて、クイーンちゃん言うたりね、みんなでこう話し合ってるような場面もありますが、やっぱりクイーンちゃん大きいな。もうクイーンちゃん小ぶりと言いながらも大きいですが、やっぱりデンに出会うとね、うわクイーンちゃん黒ラブやんと思っちゃうこともあります。まあそんなクイーンちゃんでございますが、それがね可愛いですよ。もう今ではね、大きなアメシャより、コンパクトカーがね流行りの時代でございますが、何に例えてねと、噛みながらいつもね何を喋ってるかもわからない、もう聞いてる方もわからない、喋ってるパパすらわからないというね、こんなトークでございます。さあボス君、テク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 、なんかねボス君何かを感じてるのかな、近づいたらちょっとやばいのかなとか思ったりもしてるのかな、ボス君どうなんでしょう。ただねやっぱりボス君大きさがね、ボス君だけで見てもらうと分かりにくいんですが、やっぱりこう白い子とね並んだ時にね、やっぱりボス君って、ボス君も小ぶりですが、やっぱりそれでも大きいんだなというのがね、感じました。で黒黒とね白白なんでね、もうねまるでオセロのよう、オセロの試合ができるかのようなね、感じでね、これがまた良かったです。黒と白、黒と白、白黒白黒、もどちらでも構いませんが、その中にね一匹小さいトイプードルちゃん、トイプードルちゃんと言うてもね、男の子と言っておられました。やっぱりねこうワンちゃんがいっぱい集まるとね、なんかこう楽しいです。ドッグランでも人気のあるドッグランに行けばね、いっぱいワンちゃんお友達に会えますが、やっぱりね気を使います。大きなワンちゃんはね気を使います。なんで相手のね、ワンちゃんも多分気を使うだろうし、かといってね、あまり人気のないドッグランに行くとね、ほぼほぼ誰もいないというね、まあどちらかなんですが、こうやってね来てくれる、しかもね、フレンドリーで小さい子も大きなワンちゃんに慣れてるということで、まあそれはね、この日はね最高にボス君くんちゃん楽しかったかなと思いますが、ボス君の顔見てるとね、疲れた、パパお腹すいたよというような顔していますが、ボス君多分内心ね喜んでるんじゃないかなと。クイーンちゃんはクイーンちゃんでね、もうねあっち行ったりこっち行ったり、いつもながらのクイーンちゃんでございますが、先ほども言いましたが、明日も今日の続きです。楽しみにしていてください。365日毎日夕方の6時投稿させていただいております。皆様の高評価、素敵なコメントがいつもの励みになっていますので、ぜひねよろしくお願いします。毎回毎回言っておりますが、まだインスタグラムフォローされておられない方、ぜひねフォローの方もよろしくお願いします。YouTube よりかなりねNow ということでね、リアルタイムでストーリー見ていただいたりね、あ今こんなところボスコンクインちゃんいてるんだとかね、あ今行ったら会えるかもなんてね、時々 DM で行きますが、ストーリーも載したり、写真はね毎朝投稿していますので、ぜひね、フォローしていただいてね見ていただけると嬉しいなと思います。さあということで、もう動画は短めとなっておりますが、この小さなドッグランにいっぱいワンちゃんがいるのに誰一人走らない、もうみんな何しに来てんねんと、みんなねもう自分のお庭かのようにね、ダラダラしておりますな。これと言うてね走ったりするような場面はないんですが、明日の動画でね、クイーンちゃんね、こちらの白いワンちゃんとね、走ったりする場面もねあるかなと思うので、まあ見ていただけるとわかるかなと思います。ということで、いつも見てくださりありがとうございます。まだまだね、朝晩はかなり寒いんですが、日中はもう本当に暑いです。ワンちゃんお出かけ無理、そしてねボス君クイーンちゃんもねエアコンの下でダラダラ寝ている、もう出かけてもね涼しいところ、川だったりホームセンターだったりね、なかなかね日中のお散歩は無理なんですが、皆様のワンちゃんたちはどうお過ごしでしょうか。またねコメント欄にてうちのワンちゃん怖いでとか、またワンちゃんだけじゃなくてね猫ちゃん、パパの家には猫ちゃんもいます、猫ちゃんはこんなことしてるよなんてね、教えていただけると嬉しいなと思います。
はい、ということで、今日ももうそろそろ動画終了となりますが、見てくださりありがとうございました。またね、明日も楽しみにしていてください。残り短い時間 BGM とどうぞ。